てってれー、そうです、それが身長が伸びる前兆です。身長ビヨン、医師学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関すること発信していきたいと思います。身長の場所の人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは身長先生危険の40番目ということですね。皆さんの身長に関する疑問ね、コメント欄の方にぜひね記載していただいて、そこから、ね、ピックアップして答えていくシリーズになります。本日は身長先生危険39番目の方からねピックアップして答えていきたいと思います。今回ちょっとね論文とかを引っ張ってくる時間がなくてフリーで答えていくような感じになるけど、そこは許してくださいということでどんどん答えていきますけど、最初の伸びる前兆、これはまず答えていきたいと思います。坪尾さん、思春期の中学生高校生は体が急激に成長するため自律神経の成長が追いつかず、自律神経のバランスが乱れやすくなります。それによってめまいや立ちくらみが起こりやすくなるらしいですが、これは伸びる前兆と捉えてもよろしいでしょうか。いい質問だと思います。でこれに関して正しいというふうに思います。ただしですね、一つ言えるのは前兆っていうか、もう伸びる時期というふうに考えてもいいんじゃないでしょうか。それだけ大きく体が変化するというのは、おそらく男性ホルモンだったり女性ホルモンをね検出される時期になりますので、実際にねもう伸びている盛り表現がね正しいんじゃないでしょうか。実際に前兆という表現ね、いつからかなというふうな、ね、表現をすると、厳密なことを言うと男の子であれば少し睾丸が発達してくるとか、そういったのは一つの参考材料になってくるかなと思いますけども、なかなかねそれを見ることはあんまりないのかなと思うんだけど、一応そういったところが言われたりだとか、女性だと、ね、より一層ですね分かりにくいんですけど、一応胸が膨らんでくる時期では比較的一瞬期の初期症状になりますので、前兆というふうにも言えるかもしれませんけど、参考になりますでしょうか。で次 24R さん質問です。鉄や亜鉛は身長にとって重要なミネラルだということですが、食物繊維フェチン酸と一緒に摂ると吸収が阻害されるという情報を見ました。ですが阻害といってもどの程度阻害されるかよく分かりません。食事の摂取にあたりあまり気にしなくても大丈夫でしょうかってことですね。結論から言うとそんなに気にする必要ないでしょうっていうところだと思います。鉄とか亜鉛って欠乏しやすい栄養素の一つですね。ミネラル系って欠乏しやすいんだなって常々思っています。特にですけども鉄なんかですね、ヘモグロビン、子供の状況が大人になるにあたって非常にこう上昇していくわけなんですけども、そんな過程でですね非常に鉄が多く使われる。そしてまあ過去の論文ちょっと紹介しましたけども、エライナ・グロス・イン・ジェン・チルデン・ウィズ・アイエン・ディフィシエンシー・アニミア・ビフォー・アンド・アフター・トリーメント、こちらの論文見てみるとですね、鉄を欠乏した状態から大幅に改善してあげると身長伸びるということから非常に重要である。そして亜鉛に関して言うと2018年ね、亜鉛欠乏症診療診でそういったデータを見てみると、亜鉛をね欠乏した状態から改善してあげることで成長がね改善されるという論文が複数個出てるというのが分かりますので重要だということになります。その中でですね、より一層ですね効率よく摂取したいというのが表現だと思います。一番大事になってくるのは皆さんね1と 1.1 の、ね、差をよく気にするんだけども、0と1の差の大きいですので、吸収率の運動の前にまずは漠然とどれくらいのボリューム感を摂取するかの方が優先順位としては高いですので、まずはしっかりとボリュームを摂取しましょうと。その中で亜鉛なんかですね、ビタミン C だったりだとかクエン酸とかと一緒に摂取すると吸収率が高いそうです。今回です、ね、食物繊維やフェチン酸と摂ると吸収率が阻害されて、私これちょっと直接知らないんですけども、まあそういったところがあればもちろん避けた方がいいという表現になるんだけども、食物繊維が体に悪いなんていうねことにはならないと思いますので、こういったのはですね特別そんなに心配するようなことがではないと私は考えますけど、いかがでしょうか。次プリンナノハさんですね、質問です。毎月定期的に身長を測定してるんです。よく伸びた月とあまりつきなかった差があります。これはどのような理由が考えられますか。測定日は毎月1日の朝固定しています。全く伸びない月もあれば1センチ弱伸びている月もあります。6歳3ヶ月の男の子です。お父様かお母様が記載していただいたんでしょう。この内容ね私もめちゃくちゃ興味あります。具体的に言うと一応理論上あんまりないはずなんですよね。生物としてはある一定の伸び率を期待するわけなんですけども、これはですね非常によくあります。まず最初の答えとしてはほぼほぼが基本的に誤差。具体的に言うと人間は朝と夕方です、1から3センチの身長差があるわけですね。 A study of diurnal height change among sample of adult age 30 years and above in Ghana、 そういった論文を見てみても1から3センチの身長差があるというふうに言われてますので、ほぼほぼ計測誤差が大きいんだと思います。ただし実際私もいろいろ治療しているとすごく伸びる月と伸びない月ってあるのが間違いなく存在します。一つの考え方としては周期が存在するっていうようなところが正しいんじゃないかなと思いますね。それに関して言うと、そういうのを唱えている先生がもしかするにいらっしゃるのかもしれないですけど、私は直接は存じ上げてません。論文とか今回調べてないので、調べてみてもしかして出るかもしれないですけども、その周期のサイクルが比較的大きい。毛髪周期とか、肌も周期がありますよね。骨も当然そういうふうな周期がある。そういったのがおそらく存在するっていうところだと思います。あともう一つ考えられる説としては、何かしらの栄養が欠乏しているという表現ですね。例えばですけども、薬剤ある程度強制的に伸ばしてあげた場合でもですね、どうしても、伸びない月っていうのが出てくるわけで、採血では確認できない栄養素だったりだとか、関係しているのかなというふうに思ってますので、やっぱり関係あると思います。例えば、筋トレの方のお話を聞いても、トレーニング種類によってすごくこう筋肥大がしたりだとか、筋肥大がしなかったりとか、食事によってもですね、理論とは当てはまら
ないのですね、いわゆる個人差というところがね、すごく大きいこともありますので、伸びる月伸びない月っていうのを分析していくことによってケースバイケースで身長伸ばす方法が見つかるのかなというふうに思います。はい、次、照明さんですね。こんにちは、いつも楽しく拝見します。亜鉛について質問です。亜鉛は身長伸ばすのにいいところですが、鉄分値を上げるとネットで書いてありました。先生はどう思われますか。また早熟の場合は亜鉛は積極的に取らない方がいいですか。亜鉛を取りすぎるとテストステロンに影響ありますかとか。まあ、確かに私の動画は比較的亜鉛に関しては肯定的な意見を、ね、述べることが多かったと思うんですけども、男性ホルモンが誘発されるというのは比較的今有名な話だと思います。まず最初に言えるのは、そんな心配しなくてもいいと思います。例えばですけど、まあ、極端ですけども、5歳の子とか4歳の子とか、そういった子が亜鉛を摂取して万が一での早熟になるようなことがあれば、おそらくまあ論文になってたりだとか報告があるはずですので、そういったことはあんまり心配しなくてもいいんじゃないかなと私は思ってますし、実際私の方でも血中濃度を比較的コントロールしてますけども、それでテストステロン値が、ね、上がったという印象はあんまり受けませんので、そういったような要因はなくはないですけども、基本的にはそこまで心配する必要ないでしょうというふうな表現がいいのではないでしょうか。次、 SI さんです。質問です。基本的には身長朝の方が高く夜の方が低くなると聞きました。朝から夜への身長の縮み方としては、朝から夜にかけてじわじわと縮むのでしょうか。それともね、朝から昼頃にかけて縮み、昼と夜は同じぐらい身長になっているんですか、または別の縮み方するのしか、もしよろしければ回答してくださいとですね。でもなかなかいい質問だと思います。普通に考えたら、朝起きて立ち上がった瞬間にですね、まあ、一番大きなダウンが来ると思います。その後ですね、辛くですけども起きてから1時間から2時間ぐらいにかけて大幅にぐーっと落ちていきます。だんだん落ち幅が減っていくわけですね。なので質問者さんの表現を使えば、朝から昼ごとにかけて大きく縮むでしょうと、昼から夜にかけては緩やかに縮むでしょうっていう答えがね、おそらく正しいと思います。例えばですけども、48時間ですね、何か働き続けてですね、ずっと寝ないようなことがあれば、48時間ぐらいではずっと縮み続けるんじゃないかなと思います。ただ宇宙行くとですね、数週間単位でですね、身長伸び続けるわけですから、重力解放時間が長ければ長いだけ身長伸びる可能性がありますので、まあ、48時間以上かな、そういうふうに影響が、ね、あるような可能性も十分あり得ると思います。次、石さん質問です。成長期が来ないで成長が終わることありますか。小1からずっと7センチずつ伸びていて、13歳8ヶ月168センチあります。まだ身長伸びますでしょうかとかですね。これに関して言うとですね、7センチずつでも十分可能性はあり得ると思います。成長曲線通りに当てはめてみると、早熟なのか晩熟なのかとか、みんなが成長率が高くなった時に伸びてなければ伸び率が悪いという表現になりますので、そういったような可能性はあり得ると思います。13歳8ヶ月168センチでまだ伸びるかって質問なんだけど、普通に考えたらまず伸びるでしょうね。特にですけども、前年7センチ伸びているという表現であれば、まだまだ十分伸び率が期待できるのではないでしょうか。次、ライク、コメント失礼します。成長期終わりかけても身長伸ばす方法を教えてください。これはいい質問ですね。受験と同じだと思います。例えばですけども、試験の直前になったら勉強する方法変わるかっていうと、そんなことあんまりなくて、1ヶ月前だろうがですね、半年前だろうが変わらないのでして、そこは変わらないでしょうっていうところが一点になります。終わりかけでもね、身長伸ばす方法で重要なポイントになってくるっていうのは、諦めないことかなというふうに思ったりもします。受験もそうですよね、もう無理だと思ってですね、やっていくとなかなかうまくいかないっていうところですね。身長もですね、まあ、伸びてるうちはですね、モチベーション高くできるかもしれないですけども、仮に年間成長率1センチだとするとですね、1月に 0.1 センチ程度しか伸びないわけですよね。そうするとですね、なかなかですね、達成感が低いわけですね。ただし、実際はですね、1年間で1センチ伸びてるわけですから、おろそかにしてしまったら、例えば1センチのものが 0.5 センチになって、頑張ると1センチの 1.5 センチになったりするというふうに考えると、諦めないっていうところが大事かなと。伸ばす方法に関して意外とね、小さいことを最後の方ですね、あまり変わらないでしょうという表現だと思います。これでね、今回の質問のね、答えを終わりたいと思いますけどね、今回も参考になりましたでしょうかね。今回ね、コメント欄にいただいた質問に関して言うと、身長先生危険の41番目で答えていきたいと思います。皆さんね、コメントお待ちしております。それではまた、身長ビヨーン、バイバーイ。